はトシさんのビアカクテルサーバーで紹介していきたいと思います。見てください、コンパクト、しかも軽いです。すごくすごく軽いです。これおもちゃなのかなって思うぐらいすごく軽いです。はい、軽そうですね。はい、でこちらの商品はまずポイント1、なんと炭酸電池3本で動くんです。はい、かつクリーミーな泡が楽しめる。はい、でポイント2、缶でも瓶でも OK。 あ、瓶もいけるんですね。はい、350ml、500ml の缶だけではなく、500ml の中瓶までいけちゃうんです。セット可能です。あとブレンド機能搭載で、ハーフ&ハーフからビールベースのカクテルまで楽しめる。あ、一気にカクテル作れる。カクテル作れます。ビールとトマトジュースとかのベース、まあ、ビールベースにしたカクテルが作れるっていうのもポイントの一つになってます。ではこちらが本体ですね。かわいい、見てください。こちらがポリセツ。早速中身を開封して開けてみました。見てください、軽いコンパクト。重さに関しては1キロ、わかりますか、この軽さ。でこのレバーがついていて、このレバーをこちらにくるくるくるって差し込む感じですね。差し込んでレバーが動く。普通にこう前の方に倒すとビールが出て、でこちらに倒すとなんかクリーミーな泡が出るみたいです。はい、でこちらに関しては、ボトル左とボトル右、ここを変えることによって片方で、ビールを注ぐこともできる。右だけ左だけ、調整できるんですね。調整ができます。例えばこのブレンドモードにすると、例えばビール、缶ビール1本、トマトジュースセットすると、なんかレッドアイができる、トマトジュースビールベースのなんかカクテル作ることもできます。いいですね。はい、でちょっとこちらをで中にはこれが保冷剤ですね。あらかじめ凍らせておいて、保冷剤をこの真ん中にセットすることによって冷えたビールが楽しめるという設定になってます。はい、保冷剤付きで冷たいクリーミーなビールが楽しめるということです。はい、炭酸電池を3本セットしました。これ結構電池で動くなんて、これアウトドアとかキャンプに持っていけるので、とっても便利じゃないですか。そうですね、この大きさで、持ち上げるって大きいですよね。すごい重宝しそうですね。はい、まず電池をセットして、はい、でここに左右のところにこのレバーっていうのか、レバーを外していただいて、で本体をパカッと外します。はい、で今回私市販で350ml の缶ビールを買ってきました。2本、ね、2本買ってきました。あと 500ml の缶ビールとか、あと中瓶、 500ml の中瓶までセット可能になってます。はい、じゃ早速缶ビールをセットしていきます。しわ、あ、泡が落ちたよ。ビールを上げてセットします。セットします。セットしていきます。セットしました。そしたらセットして、左に、こちらに中にチューブが2本ついていて、このチューブを缶ビールの中に差し込みます。
ど外したレバーを戻して固定します。カチャンって音が鳴るまで固定してあげてください。例えば 500ml の缶ビールを2本セットをすると最大1リットルのサーバーになります。同じ種類のビール2本セットすると1リットル最大、うんうん、ちょっとドキドキします。そんな感じでそうですね、楽しみ。上の方に、切り替えダイヤルがあるので、今、一番手前の方に今ダイヤルを設定してます、うん、なのでこっちにセットした缶ビールの方から注がれます、うんうんうん、はい、でちなみにダイヤルをこっち側にするとこっちにセットした缶ビールから注がれます、うんうん、はい、今回こちらからいきたいと思います、うん、はい、いきます。失礼します。おお、あ、来た来た、あ、どうでしょう。あ、いい感じ、どうでしょう。いい感じです。あ、いい感じ。おお、レバーを、本体の前の方にすると泡が、クリーミーな泡が出るってことで泡を出してみますね。あ、はいはいはい、あ、溢れちゃうかな。あ、セーフ、あ、セーフ。あ、見てください、この泡、わかりますか。美味しそう。ちょっと溢れちゃったんですけど、すみません。この泡、クリーミーな、こう、あの、弾力のある泡、わかりますか。うん、美味しそう。美味しそう。じゃあちょっと私口に早速、はい、ちょっといただきたいと思います。はい、いただいてください。はい、いただきます。あの泡がふわふわ。あ、本当ですか。うん。なんか生ビール、なんか居酒屋で飲んでた生ビールみたいな感じです。はいはいはい。うん、すごい。もう一回じゃあ泡、もう一回泡いきます、うん、もう泡が大好きで、あ、泡大好き、泡が大好きで、ちょっと大人になりきれない自分がちょっとビールの苦みがちょっと苦手なんですけど、ごめんなさい、また溢れてしまいました。ちょっと欲張っちゃいましたね。ごめんなさい、溢れてしまいました。失礼しました。あ、わかりますね、この泡、あ、きめ細やかな泡が出てますね。生クリームっていうか、うんうん、なんだろう、そうですね、うんうん、じゃあ泡立ていただきます、うん、はい美味しいです。忘れないようにお願いします。あ、おお、上手。どうでしょう、このクリーミーな甘い泡、はい、どうぞ、はい、でしょう、ふわふわです。ふわふわ、そうですね、うん、ふわふわで、うん、あのきめ細やかくて、あのアルコール私あんまり飲めないんですが、わかります。わかりますか。はい、わかります。これはいいですね。ではお手入れ方法についてご説明していきます。先ほどちょっとあの配ってしまって泡が溢れてしまいました。でその溢れた泡がこのトレーの中にしっかり落ちていて、ここで一応あのキャッチしているような状態です。わかりますか、うんうん、あんまりこぼしちゃうとじゃあ溢れちゃうので、そうですね、気をつけた方が良さそうですね、はい、あまり入らないので、まあ、一応あの、まあ、欲張らないように、まあ、今ここにキャッチできるんで、ちょっとしたちょっとまあこぼれであれば、うん、大丈夫かなと、はい、ちょっと取り外しができて、ちょっと水洗いもできます、はい、チューブナイフの洗浄方法について皆さん気になると思うんですけど、このチューブを結構あのビール缶とか瓶の中にこう差し込んでいるので、結構あのビール泡とかが付いている状態で、うんうん、分かりますか。でこのお手入れ方法について一応あの 500ml のペットボトルを2本用意して、で中にあの普通の水道水を使用します。で40度以上の高温のお湯を使用しないでください。ごめんなさい、1本しかないのでご了承ください。で差し込ん
だ、この水道水を、ビールを作る時と同じようにこの水道水を出します。出ました。で水道水を排出してそのチューブの洗浄しているような状況です。はい、今日はトフィーのビアカクテルサウナを紹介しました。いや本当になんか楽しかったというか、うん、作って作りやすさとこのビールの飲みやすさ、うん、泡の美味しさっていうのは本当に最高でした、うん、なんかビールがあまり飲めない人でもこれであれば、うん、気軽に飲めるのかなって思うので本当に美味しかったです、うんうん、はい、ちょっとなんかジュースとジュース組み合わせてお子様が楽しんで飲むっていうことも、ああ、そうですね、うん、ビールに限らず、うん、ジュースをこうセットして、うん、お子さんご自身で作ったりとかもできそうですね、うん、カルピスとか、うん、そうですね、水とか、うん、500ml のペットボトル対応しているので、うん、何かそういう何か、うん、お米の好きな飲料をセットして、うん、本当にオリジナルのうん、ジュース、アカクテルが作れるっていうのが、うん、とても魅力的かなと思います、うん、はい、美味しかったです。美味しかったです。泡が美味しかったです。皆さんぜひ、はい、これをご興味ある方はぜひおすすめできる商品になっておりますので、はい、今日はどうもご視聴ありがとうございました。下の方にはリンク貼っておきますのでぜひチェックしておいてください。コメントもいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。それではさよなら。のもんでした。